人気急上昇。ノンストップの MC 陣が繰り広げる魅力とナンバーアンダーライン愛の秘密。ノンストップが見せる新時代のバラエティ番組スタイル。日本のトップ局であるフジテレビが放送するデイリーニュース番組ノンストップが、ここ最近特に注目を集めている。毎週月曜日から金曜日の朝9時50分から11時25分まで放送されている。 この番組はニュースはもちろん芸能界の最新情報やトレンド、生活に役立つ情報までバラエティ豊かな内容を届けている。特に若手アーティストのグループや個人の動向にも注目が集まっているのが特徴だ。例えば5月9日木曜日の放送では人気グループンバーアンダーラインイのメンバーである平野翔さん、岸優太さん、 神宮寺ゆうたさんが出演し、最新の情報を伝えてくれた。彼らのカラーや本名まで丁寧に紹介されるなど、ファンにとって嬉しい内容となっている。さらに、人気女優の安子さんの近況も取り上げられる予定とのことで、ますます目が離せない。ノンストップがここ最近注目を集めているのは、単なるニュース番組ではなく、 視聴者に寄り添った温かいプログラムだからではないだろうか。MC 陣の下楽治さんと三上真奈さんの軽妙なトークやゲストとの楽しいやりとりなど、ノンストップならではの魅力が満載だ。一方で、ノンストップは最新の芸能情報やトレンドに合わせて柔軟に内容を変えていくことも特徴的である。例えば、5月8日水曜日の放送では、 人気俳優の河合優美さん、佐藤二郎さん、稲垣五郎さんが出演し、映画アンの撮影秘話を披露していた。このように時代に合ったトピックを取り上げ、視聴者の関心に応えるべく日々進化し続けているのがノンストップの魅力だと言えるだろう。特に注目を集めているのがナンバーアンダーライン愛のメンバーたちである。 ナンバーアンダーラインアイは2023年にデビューした3人組のボーイズグループで、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんからなる。彼らは、個性豊かなキャラクターと優れたパフォーマンス力で人気を集めており、多くのファンを魅了している。平野翔さんは、ナンバーアンダーラインアイのリーダーを務めるとともに、俳優としても大活躍している。 2019年公開の映画、ハニーで主演を務め、その演技力の高さが注目を集めた。また、2021年には大人気アニメ、鬼滅の刃の実写ドラマ化で主役の墨次郎役を演じ、ファンを喜ばせている。一方のキシユタさんは、ナンバーアンダーライン愛の中でもダンスが抜群に上手いメンバーとして知られている。愛称で親しまれており、 番組出演時のキュートな表情と優しい眼差しに注目が集まっている。そして、神宮寺ゆうたさんは、ナンバーアンダーライン愛の中で特に歌唱力に定評があるメンバーだ。美しい歌声と繊細な表現力で多くのファンを魅了している。このように、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、それぞれ個性的な魅力を持ち合わせている。そして、 バラエティ番組への出演を通じて、ファンとの距離も近づいている。ナンバーアンダーライン愛のファンにとっては、彼らの最新情報を楽しみにしていることだろう。特に、グループの活動や個々のメンバーに関する情報は、ファンの心をワクワクさせるものだ。彼らの活動を支援するためにも、番組や SNS をチェックして、最新情報を把握しましょう。一方で、 ノンストップでは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのプライベートな一面にも迫っていく。例えば、5月9日の放送では、人気女優の安子さんの情報も取り上げられる予定だ。ファンにとっては、メンバーの人となりを知ることができる貴重な機会になるのではないだろうか。そして、ノンストップが注目されているもう一つの理由は、MC 陣の魅力にある。 バナナマンの設楽治さんと、フジテレビのアナウンサー三上真奈さんのコンビネーションは抜群で、ニュースやトピックを軽妙に解説しつつ、視聴者を引きつけるトーク力が光っている。ゲストとの掛け合いも巧みで、ファンを楽しませてくれる。さらに、番組では、俳優の河合優美さん、佐藤二郎さん、そして稲垣五郎さんが出演し、映画、アン。 の撮影秘話を明かすことが発表されている。この映画は2023年に公開されたドラマアンの続編でファンにとっては待ちに待った作品となっている。俳優たちが撮影現場での裏話やキャラクターの心境などを語ることで視聴者の興味をさらに引くことができるだろう。ドラマの続編を意識しつつ映画ならではの魅力を引き出していくことが期待される。 ノンストップの魅力は単なる情報提供にとどまらず MC 陣の掛け合いやゲストとの自然な会話にある。視聴者を引き込む軽快な雰囲気づくりがこの番組の最大の特徴だと言えるだろう。ワクワクする演出やゲストの素顔に迫る質問など視聴者を夢中にさせる要素を見逃すことなく番組の魅力を余すところなく伝えていきたい。また、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの近況やドラマ、アンの続編である映画、アンのことの注目ポイントなど最新の情報も織り混ぜていく。これらの情報は視聴者の関心を集めることができるはずだ。このようにナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはそれぞれ個性的な魅力を持ち、バラエティ番組への出演を通じてファンとの距離を縮めています。番組では、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちのプライベートな一面にも迫ることができ、ファンにとっては貴重な機会です。彼らの日常や思いを知ることで、ファンとの絆が深まります。また、番組 MC の設楽治さんと三上真菜さんの魅力的なトークも番組の魅力の一つです。彼らの掛け合いやゲストとのやりとりは視聴者を引き込み、番組をより楽しませてくれます。 ノンストップは単なる情報提供だけでなく視聴者との一体感を大切にする番組です。視聴者参加型のアプローチや番組内でのゲストとのやりとりが番組の魅力をさらに引き立てています。最後に視聴者には番組やナンバーアンダーライン愛に関する興味深い話題や質問をシェアしていただきたいです。 あなたの声が番組やグループの活動に反映されるかもしれません。楽しみな情報を待ちながら番組の新たな展開に期待しましょう。そして、安子さんとナンバーアンダーライン愛の関係についても気になります。安子さんの情報は番組でどのように取り上げられるのでしょうか。ファンにとっては興味深いポイントですね。この二人の MC が ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちとどのようなやりとりを見せるのか、とても楽しみです。アイドルグループと MC の掛け合いが視聴者の心をつかむことができるでしょう。さらに番組では俳優の河合優美さん、佐藤二郎さん、そして稲垣五郎さんが出演し、映画案のことの撮影秘話を明かすことが発表されています。この映画は、 2023年に公開されたドラマ、アンの続編で、ファンにとっては待ちに待った作品となっています。俳優たちが撮影現場での裏話や、キャラクターの心境などを語ることで、視聴者の興味をさらに引くことができるでしょう。ドラマの続編を意識しつつ、映画ならではの魅力を引き出していくことが期待されます。